今日の晩ご飯ハンバーグらしいで。うん、中にチーズが入ってる。中にチーズ？うん。ごちそうやん。レストランやん。これもうレストランみたいじゃない。早く食べたいよ。早く食べたいから早く仕立てやりたい。練習しとこ。どうだろう。トロッと出たらいいんだけどね。ちゃんとこれ切れるのかな。うん。さあ。あっという間に昼になっちゃった。あ、夜だよ。いいだどう？赤ちゃん嫌だ。わかんない。いい？美味しそうやん。ナイフで切ってみてよ。どうなるやろ。え、どうやって？真ん中切ってみて。大丈夫、切ってる。いたんだ。来てくれてる。おう、下の方が頑張れ。頑張って頑張って。お、チーズや。うわ、めっちゃトロッとしてるんだけど、見て、ほら。どう？めっちゃチーズ入ってる。なんかチーズって固くなってる。めっちゃチーズ。めっちゃチーズやろ。どうやった？めっちゃチーズ。食べや。おいしい？レストランみたい。レストランみたい？大成功。100点。やった。100点。やった。このハンバーグのレシピはかっちゃんねるさんのあの本よね。そうそうそう。あ、はいはい、わかる。これ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 、はいはいはい、これこれこれ、チーズが出る。これこれ、はいはい。お、前にこの本の中のじゃが衣チキン、あれも100点とか出てん。わかる。これも100点。早く食べたいんですけど、パパもいつもこんなおとなしく食べへんもん。チーズがトロトロ。うん、すごいな。かっちゃんねるさんすごいな。はい。なに？へんってなに？パパのどうぞ。わっ、真っ赤っかやん。パパのトマト好き？トマト嫌いです。じゃあなんでトマトソース食べれるの？トマトソースはいけるんです。これはトマトソースです。もしかしてジュワーってなるかもよ。なんの？わかんない。やっていい？やっていい？なるかな。あってほしい。パパだけ。パパだけ？パパのちょっと食べたいわ。なんで同じだよ。だけど美味しい。パパの。2枚入れたんや。2枚？どういうこと？この真ん中がちょっとないんかも。どういうこと？あ、ここにスライスチーズが2個入ってんの。ちょうど真ん中が出てこないから、まあ、食べてください。子供たちのちょうどいい感じ出てきた。もうチーズもうめっちゃたっぷり入ってるから、いっぱい食べよう。もうお腹空いた。あ、暑かった。暑いでしょ。やばいな、やばいな、あのレシピ本やばいな。すごい外食した気分になる。お家でレストランみたいな。レストランって言うてるし、小春が。お家でレストランや。お家みたい。お家。もう入れてくれやったよ。
そう？オムライスも最高だね。オムライスはアコちゃん、アコちゃんですって。チャンネルさんのオムライスまだ作ろうと思って。オムライスは ママの手作りやで。いや、まあ、これも手作りやけど。これも手作り。かっちゃんねるさん直伝のオムライスもあるんちゃう？そう、あんねる。レオが熱かった。トロトロ半熟卵のオムライス。夫婦して夫婦。おいしすぎて、忘れちゃうんだよ。熱いの？あ、そっか、早く食べたいから熱いけど、パッと食べちゃうのかな。じゃあパパも食べよう。パパもちょっと待よ。